こう群れてねえと何もできねえのかと思ってたら、一人でもちゃんと勝ってくるじゃねえか。チームだろうと個人だろうと関係ない。相手に応じて的確なミッションを遂行し、いかなる状況下においてもパーフェクトに勝利する。それだけだ。大した自信だな。今の状態なら誰にも負ける気はしない。無論お前にもな。計算のもとで言っていることだ。雑魚と戦いすぎてボケちまったのか。俺を相手に吐くセリフじゃねえぜ。別に俺もここまで楽に来たわけじゃない。だが次がお前だからといって特別何かをする必要もない。お前が相手ならそれに合ったレース展開を組み立てるだけのこと。気に入らねえな。別にお前だけが特別早いというわけでもない。もしてめえが俺より遅かったらどう。余計な心配だ。貴様は俺に負けないよう走ることだけを考えた方がいい。世間知らずの坊ちゃんレーサーがどうやらどっちが狩りの獲物か分かってねえみてえだ。オフィシャルもいないし、お前には格好の舞台ということか。だがあいにくアディオダンサーは分析済みだ。バックブレーダーには通用しない。勝ちたければ余計なことを考えずレースに集中しろ。ま、狩られる獲物は元気な方がいいぜ。でかい口を叩けるのも今のうちだ。ここで消えちまいな。ちょうどいい。こっちもロストストラーダにはいろいろ借りがあったからな。ここらで一つ返しておいてやる。計算通りパーフェクトだ。どうなっちまったんだ。どうもこうもこれが結果だ。バカな。言ったはずだ。お前に負けるわけがないと。もっとも今なら誰にも負ける気はしないがな。俺に言わせればこの状態のバックブレーダーを追い詰めた貴様のディオスパーダの方が信じられる。だが悪いが決勝へのチケットは俺のものだ。俺がこの程度でくたばると思うなよ。とりあえず一つ借りは返した。残りはグランプリで返してやる。
俺は狙った獲物は逃がさねえぜ。これで7勝。次で最後のステージ。計算通りだ。決勝進出おめでとう、ブレッド君。それでは最後のステージへご案内しよう。今の声が主催者か。他のレーサー諸君もぜひ観戦しに来てくれたまえ。最後のセレモニーにな。ここがファイナルステージ。ようこそファイナルステージへ。何が目的なのか聞かせてほしいものだ。ようこそアストロレンジャーズリーダーブレッド君。今回は諸君らの参加とても感謝しているぞ。どう考えても普通じゃない。大会と偽って俺たちをここに呼んだ理由は。まあそんな怖い顔しないでほしいものだな。君たちレーサーには本当に心の底から感謝しているのだからな。ははは。答えになってないぞ。大会であろうとなかろうとここまでのレースは楽しめただろう。こちらも君たちのおかげで貴重な研究を進めることができた。今回の計画は成功だ。研究？いかにも。今大会で得たお前たちの走行データは我が研究に大いなる発展をもたらした。究極のマシンを創造する我が研究の名。で、俺たちはその実験台に呼ばれたってわけか。特にここまで残ったブレッド君、君のおかげで今回の研究も最終段階に入ることができた。あとは最後の仕上げを残すのみだよ。礼を言うぞ。まあいい。こっちもそれなりに楽しませてもらったからな。それより最後の相手はどうした？最後の相手？そうだったな。では君には決勝で我が究極のマシンの相手をしてもらって研究の仕上げを終えるとしよう。今大会で最強を誇った君のマシンバックブレーダーを破壊してな。何？最強のマシンはこの世に一台だ。決勝の相手はこの私。最後の仕上げは君のマシンをこの世から消すことで完成だ。なるほど。本当の狙いはそれか。だが相手が悪すぎたな。その元気がどこまでも持つか。では最終ステージを始めよう。決して君が勝利することのない最後のレース。大会ごっこはこれで終わりだ。楽しませ。
タグスタート。パワーブースター計算通り、パーフェクトだ。ほう、これは意外だったな。そんなマシンでバックブレーダーにかなうはずがない。クールに考えれば誰にでもわかることだ。ああ、よい。こんなものは数ある我が研究の一部にしかすぎん。だがこれなら次はもう少し本気でやらねばいけない。優勝おめでとう、ブレッド君。終わったのならそろそろ帰らせろ。俺もそんなに暇じゃない。そうか。仕方がない。今回はこの辺で閉会としよう。だが仕上げを残したままというのも気分が悪いな。ここももう用済みだ。少々計画が狂ってしまったが。ではこの会場もろとも君たちのマシンには消えてもらうとしよう。何？参加レーサー諸君、最後のフィナーレだ。機会があればまた会おう。悪役は最後まで悪役らしくというわけか。随分と派手なことをしてくれる。なるほど、レーサーを全員ここに集めたのだ。結局最後はこうするつもりだったということか。チャーチのミッション脱出ルート検索。封鎖ゲートとし、港までの距離約 1.5 マイル。ラック終了。行くぞ、バックブレーダー。
今帰ったぜ。え、結果？もちろんパーフェクトさ。